ノックアウト。今月7日、都内某所において10月4日と10月6日の2日間にわたって開催されるノックアウトとレベルスのコラボ大会、後楽園ホール2連戦についての記者会見が総勢19名の選手参加のもと行われた。大会初日、10月4日のメインイベントはこの2人の対戦に決定。33歳のベテラン橋本悟 VS 20歳の新鋭鈴木千尋。激闘大魔神橋本悟、その顔の恐ろしさと激しい戦いぶりから激闘大魔神の異名を取る橋本悟。今まで39戦して20勝、そのうちの半分10勝を KO で飾っているハードヒッターだ。対するはその拳の硬さからクレイジーダイヤモンドと呼ばれる鈴木千尋。もともとは総合格闘技の選手で、ファンクラスのネオブラッドトーナメントで優勝の実績を持っている鈴木。兄の鈴木弘樹と共に倒し屋兄弟の異名を取る。こちらも橋本に負けないハードパンチャーだ。キックボクシングに転向してまだわずか一戦だが、先月行われたその試合ではその驚くべき才能を見せつけた。まずは右のミドルキック、さらに左のローキックを繰り出し相手の出方を探っていく鈴木。しかし試合開始からわずか30秒、危険な倒し屋の遺伝子が早くも炸裂する。この後の鈴木の右のパンチに注目。相手が左の蹴りを繰り出してきたところに最高のタイミングでカウンターをぶち込んだ。なんとか立ち上がった陽介だったが、まだダメージが抜けきらないうちに鈴木の連打を食らってしまう。そのまま鈴木は一方的に攻撃。最後はセコンドからタオルが投入され、鈴木がノックアウト勝ち。その強さを知らしめた。そんな2人が戦うとなれば、やはり期待されるのは KO 決着。すると二十歳の鈴木がいきなりかました。橋本さんの動画100回ぐらい見たんですけど、自分は正直負ける気がしないです。周りからは左右の打撃がめちゃくちゃ強いし、経験もあるし、ものすごく強い選手だから気をつけろよって言われたんですけど、自分は絶対負けないです。フックもらっても倒れないです。むしろ当たらないです。それぐらい自信ついてきてます。会長に言われた練習もしっかりやってますし、対人トレーナー言うこともちゃんと聞いてますし、スパーリングもガンガンやってます。負ける要因がないです。もう今回自分格闘技キックまだ2戦目ですけど、こんな人がいるんだ、こんな強い選手いるんだって思っていただけるようなメインにふさわしい超インパクトのある試合見せるんで、ぜひ鈴木千尋、鈴木ブラザーズ弟に注目してください。1ラウンド目からぶっ倒していくんで応援お願いします。とイケイケの鈴木に対し橋本は、すごいやりづらいですけど、橋本道場の橋本悟です。今回メインイベント選んでいただきありがとうございます。メインイベントですけど、まあ、僕はメインだからどうこうって戦い方変えれる選手じゃないんで、まあ、いつも通りバチバチやり合って盛り上げたいなと思うんで、応援よろしくお願いします。大人の対応でかわした。するとさらに鈴木が、自分とお兄ちゃんなんですけど、最近ですね、周りからなんて言われてるか知ってます？皆さん知ってます？倒し屋兄弟です。これはどういうことかっていうと、KO するってことです。絶対自分が倒します。
すると橋本は倒しに来るそうです。あ、まあそれはさっき日頃からすごい感じてるまあそれは楽しみにします。まあそれがね、本当に試合で嘘じゃないっていうのをしてくるのか、楽しみに言わせてます。果たしてどんな試合になるのだろうか。この記者会見から3日後、練習中の鈴木千尋の元を訪ねた。あの発言の真意はどこにあったのだろうか、聞いてみることにした。ちょっとかましてやろうみたいなのあったんですか。そうですね、やっぱその自分はまだ全然その知名度も聞く会ではなくて、まあ、誰だこいつってなるんで、そうなるんだったらもうやっぱ言いたいこといっぱいあったんで、もうガンガン行って、その、まあ、注目って言ったらあれですけど、その盛り上げていこうと思って言いましたね。相手の橋本選手、どんな印象ですか。いや、そのめちゃくちゃやっぱ怖かったですねもう隣に座ってた時とかやっぱ圧があって、すごい怖い選手だなと思って、アップで見てもらうと分かるんですけど、意外とマイクの手震えてますからね全部負け口ないっすよみたいな震えながらこうやってやってるんで、めっちゃ緊張しましたじゃあ本当にじゃあ心からこう倒せるよって思って言ったんじゃないってことですか。あ、そこは倒せると思ってますね。あ、思ってる。はい、そこに関してはもう全然もう倒せると思ってるんで、こんなにチャンピオンたちとスパーリングも練習もガンガンやって、もうやっぱ毎日走って、会長からアドバイスもらって、こんなにやって逆に負けんのってぐらい思っちゃうですね。負けるはずないっていう。そうですね、橋本さんも同じだと思うんですけど、自分はそれ以上に練習してるっていう、なんか自信って言ったらなんか生意気ですけど自信があって、うん、この間挑発したことによって相当怒ってるんじゃないかと思うんですけど、それはもう全然構わない感じですね。そうですね、もう打ち合ってくれるならいいですね逆にこう来てくれと。そうですね、もう自分はもう逃げるつもりないんで、もう打ち合ったら全然打ち合って倒そうと思ってるんで、やっぱせっかくこのメインに、まあ、佐藤さんがメインになって自分も対戦相手なんでメインにさせていただいたんで、メインの仕事は倒すことなんで、しっかりそこはやろうって決めてます。判定になったらなんか勝った気しないです。判定勝ちしてもそのただルールで勝っただけなんで、その、まあ、男同士の戦いじゃないですけど、本当にどっちが強いって言われた時に判定だと何とも言えないですけど、 KO したらはっきり分かるじゃないですか。こっちが強くてこっちが負けたが弱いってもう極端に分かれるんで、それがやっぱそのまあお客さんとかが分かりやすいと思うんで、倒すこだわりは誰よりも強い自信あります。ノックアウトへのこだわりは誰にも負けないと語る20歳の倒し屋鈴木千尋。今自分自身を限界まで追い込む毎日。この日練習を終えた千尋は夕食を取るため行きつけの店へ。練習終わった。お疲れ。何時から今日は。今日朝と午後何時半からずっと。明日学校でしょ。明日も学校。大変だ。まだ全然寝ちゃう。すると出てきたのは、なんすか、ウーロン茶です。いつもこのサイズで、ま、基本これっすね足りるか。そしてメインディッシュはこの店の看板メニューだというこちら。真ん中にごろりと大きな肉が乗ったチキンカレーと、たっぷり2人前はあるほうれん草のサラダ。これがめちゃくちゃうまいんですよね。よし、もう裏切んないですね旺盛な食欲であっという間に平らげていく。めっちゃうまいです。アマチュア時代からもずっと見ててくれたけど、メインになったのは今回初めてなので、今回注目してもらえるからもう絶対勝つから頑張れ。会場で見てね自分試合中声聞こえるタイプの選手で、もうチヒロ頑張れとか言ってくれる、全部聞こえるんですよ。試合の時は個人戦ですけど、でもそれまでの過程は全部もう
支えてくれる人が成り立たないんで、自分の中では団体戦だけど個人戦でもある、ちょっと矛盾してるんですけど、そういう感じでいつも試合してますね。応援してくれる仲間がいるからこそ頑張れると千尋は言う。どうだろうね。もう一方、33歳のベテラン橋本悟は喧嘩を売ってきた若者に一体どんな印象を受けたのだろうか。怒っているのかどうか聞いてみた。千尋選手がビデオ見たと。はい。全然勝てると言ってましたよね。100回ぐらい見たって言ってました。あれ聞いてどう思いました？いや、まあ面白い子だなって思いましたよ。全然ムカついたりとか全然ないです。あ、そうですか。そうじゃないですね。どうしてですか？いや、別に、いやまあそう、もちろん勝てるつもりで来てもらわないと面白くないんで、いや勝てないですねって言われた方がはってやる気あるのって思っちゃうんで、全然当たり前だと思います。結構じゃあ淡々としてますね。そのなんだあのガキっていうのなんのかなと思ったんですけど、まあ逆に僕この見た目であんだあのガキって言ったら普通すぎんじゃないかなっていうのもあるんですね。怒ってはいないという橋本だが、時折カメラを見つめる表情にはやはり危険な香りがする。まあもちろん KO で勝ちたいなっていうのはあるんですけど、あんま意識すぎると多分僕は空回りするタイプだと思うんで、あんま意識しすぎず、まあいつも通りできたらいいなとは思ってます。まあもちろん KO はしたいです。淡々と KO したいと語る橋本、静かに語っているのが逆に凄みを感じさせる。橋本も現在絶好調。若き挑戦者を仕留めるため静かに牙を研いでいる。橋本の夕食も取材させてもらった。向かったのは地元の居酒屋。すると中には女性が。姉です。よろしくお願いします。マリコです。待っていたのは姉のマリコさん。橋本選手はお酒とかは？酒は全然飲まないです、ね、あ、そうなんですか。起きても大体試合があったらウーロン茶だし、終わればコーラって感じですね。なんかウイスキー飲んでそうな。全然ビール好きそうって言われて、ビールは嫌いです。へー、飲めない、頭痛くない。この日の飲み物は鈴木千尋と同じくウーロン茶。はい、お待たせ。そして食べ物、豆乳とクリームチーズをゼラチンで固めたチーズ豆腐。橋本の大好物なんだとか。そしていつも必ず食べるというのが焼き鳥のハツ。タンパク質に加えビタミンも豊富な食材を選んでいた。若い頃に比べ食べる量が減った分、食事の質を気にするようになったという橋本。全く対照的な二十歳の鈴木と33歳の橋本、一体どんな戦いになるのだろうか。倒し屋鈴木千尋が宣言通り KO で橋本を葬るのか、それともベテランの冷静な牙が若き獅子を捕らえ返り討ちにするのか。総合格闘技出身の鈴木千尋がキックボクシング歴15年の橋本悟に挑むこの一戦は、異種格闘技戦の様相をも呈する注目の戦いだ。 CM の後は 8.18 の KO クライマックス、大田区総合体育館大会から名勝負をお届け。バクワン大槻春明 VS アイビルニワールド丹羽啓介の対戦をお送りします。この戦いは80年分の人生。
僕が、35歳で宇津木選手が45歳、合わせて80年分の集大成の合作が慶応クライマックス。アイビルニワールド丹羽圭介、独自のステップで敵を自分の世界に引きずり込み仕留める。迎え撃つのは45歳の爆腕大槻春明。そのパンチの威力は全く衰えを知らない。爆腕大槻春明 VS アイウィルニワールド丹羽圭介。第1ラウンドのスタートです。黒いトランクスが大槻春明、そしてこのゴールドのトランクスが丹羽圭介です。さあこの大槻選手の独特の構え方ですね。はい、丹羽選手は今回の無双ビートっていう、そう、音楽とあのその 武術というんですかね、はい、融合させたものをずっと磨いてきたそうなんですけど、うんうん、構えとかもう公開練習の時点で構えとか全然今までと違うんですよね。何か違う武術の戦いに見えますね。なんかそんな感じですよね。なんかお二人ともね空気がすごいです ね、 そうですね。はい、第1ラウンドは両者ともに全く攻撃を出さず睨み合いの状態が続く異様な展開。すると残り時間およそ1分で打ち合いが始まった。そして丹羽がカウンターで倒した。ダメだ、逃せないですよ、集中してみないと。ダウンを取られたのは大槻、まだ30秒以上あります。あでも構えを変えません。ダウンを取られた大槻だが戦い方は変えない。もう狙います。あ、いやでもそのまま打ち合いますね、大槻も、うん、打ち合います、打ち合います、まさに倒すか倒されるか、己の信じる拳のみ、それを相手の顔面ボディに叩き込むのみ。残り時間10秒、第1ラウンドです。ダウンを奪われた大槻春明、ダウンを奪った丹羽圭介。あ、惜しいです、切りましたよ。おお、入ってる、入ってる。さあ、これで第1ラウンド終了。ラウンド3、ファイナルラウンド。さあ、ファイナルラウンドです。おそらくポイントでは丹羽選手が取っているでしょう。そうですね、ダウン取ってますし、はい、それから大槻選手も分かってるはずで、となるとやっぱ倒さないと勝ちはない、はい、大槻春明。するとここから大槻の逆襲が始まる。まさに水対岩の戦い。これはこのプレッシャーやっぱ勝つ選手怖いっすね。これは今見どころですよ。さあ度胸も試される。あれだけ顔にこう入ってるのに大槻選手は全然引かないんですよね。そうですね、気持ちがすごく強いです。すごく強い。これ効かされる時と効かされない、効かない時がやっぱあるんですか。入ってた、まあ、ほとんど痛いんですけどね。我慢してます。でもそれでもああやって向かってってますからね。はい、なんかもう殴られながらもぐるっと弓を引く。すごい、大槻春明のこのプレッシャー。あれだけ食らってるのにあの反撃するパンチの方が強いですよね。強い、ものすごく強いですね。思いっきり拳を握ってフルスイングしてますね。当てても当てても向かってくるから、もう丹羽はこの恐怖から逃れるには倒すしかありません。そうですね。お、蹴っていく蹴っていく蹴っていく、止まらないですね。今のパンチが怖いですね。蹴るか来るか、大槻には追い込んでいく。さあ残り10秒、もう時間がありません。最後の1秒まで諦めないです。大槻選手、入った、だが倒れないには、倒せない大槻。判定の結果は青丹羽、以上3対0の判定をもちまして勝者丹羽。2019オープニングマッチは丹羽圭介が判定勝ち、 3-0 の判定勝ちです。7月7日、都内某所においてノックアウトの
未来のスターを発掘するためのプロジェクト第1回 KO トライアウトが行われた。参加資格は25歳以下で、キックボクサーとしてのプロキャリアが3戦以内であること。シャドウやミット打ちなどの基本技術をテストし、合格者にはある期間トレーニングを積んだ上で、ノックアウトやレベルスの大会への出場資格が与えられるのだ。すると参加者の中にどう見ても25歳以下とは思えない選手。実はこの男、前もって行われた面接試験でもひときわ目立っていた。吉本クリエイティブエージェンシー所属、えっちゃんです。よろしくお願いします。何ですか今。自分格闘技やりながらゲームやってって、はい、てっちゃんです。てっちゃんです。えっちゃんです。えっちゃん、えっちゃんね、はい、アマチュアの試合に出ながら芸人もしているというえっちゃん。自称21歳だがどうも怪しい。好きな格闘家いますか。K1 やってるんですか。佐竹正明選手。と辺りを煙に巻いたえっちゃん。ところがそんなえっちゃんにも何らかのセンスがあるのではないかという意見もあり、大チャンスが与えられることに。 10.4 後楽園ホール大会でのトライアウト特別育成試合としてオープニングファイトの出場が決まったのだ。相手は同じくトライアウトに参加していた門馬雄介。果たしてこの2人はインパクトを残しスターへの道を歩むことができるのか。ノックアウトとレベルスのコラボ大会、後楽園ホール2連戦初日、 10.4 の全対戦カード発表。オープニングを飾るのはこの4人。生き残りをかけた熱き戦いが期待される。ここからは本戦。第4試合ではキューティーストライカーパンちゃんリナが初めてのチャンピオンとの戦い、ミレーに挑む。そして後半の4試合はご覧のカード。今回特集した橋本悟と鈴木千尋の KO 必至の対戦は見逃せない。そして 10.6 はレベルス63とノックアウトのコラボ大会。この日のオープニングファイトはこの4人が盛り上げる。ここからは本戦。元極真空手軽量級の世界チャンピオン與座祐樹は現在5連勝中。記録を伸ばせるか。後半の5試合はご覧のカード。先週特集した宮城俊介がスワレックに挑む大注目のメインイベント。この勝負は見逃せない。キックボクシング秋の陣、グラビアで人気爆発、キューティーストライカーパンちゃんリナを筆頭に、これからのキックボクシング界を背負っていく若きスターファイターたちが熱き戦いを繰り広げる。 10.4、10.6 ノックアウトとレベルスのコラボ興行2連戦、後楽園ホール激震。